Perfume Lux starring Perfume。11月3日の東京ドームライブに向けて Perfume の10年間を研究せよ、うん、2010年の Perfume を研究せよ。10周にあたってお届けしてきたこの研究もいよいよラスト。はい、2010年すでにいろいろとありましたが、いよいよ来週が東京ドームライブです。はい、ということで、2010年を研究するために今夜はPerfume 掲示板にドームライブ行くよと参戦表明をしてくれた生徒の皆さんに電話をね、わーいいね、電話をしていきたいと思います。話したい、電話じゃー、聞きたい聞きたい。まずはじゃあ1人目、はい、福井県のミュージックファイターくん、19歳男の子今日東京行き高速バスのチケットを買いました。わー、高速バスで、高速バスで来るんだ。福井からね、初めての Perfume さんのライブ、この東京ドームを逃したら一生後悔すると思い、超公共こお超高校強行強行スケ強行スケジュールで臨みますと。もう何度繰り返しても高校公共超何度繰り返したって高校超強行スケジュールで、はい、というニュースすごい。だって高速バスって夜中走るんですよ。そうよ、で東京駅とかからもよく出てるけど、うん、あれが福井県やけん、うん、多いね、結構時間かかるよね、うん、そうかもね。すごい、ワクワクじゃな。嬉しいね。もしもし、もしもし、どうもパフュームです。こんばんは。こんばんは。ミュージックファイターくんですか？はい、ごみありがとう。あ、ありがとうございます。ドームライブ来てくれるんですね。はい、行きます。いい声だね。本当だね。Perfumeのライブは初めてなんだよね。はい、初めてです。初めて、初めてなんだ。高速バスで来るっていう風に書いてくれてたんだけど、はい、それは一人で？あ、一人です。一人で来るの？あら、はい、なんかチケットもじゃあ一人で1枚取って？はい、そうです。なんかあの現地で集合とかもなく？あ、それもなく。あら、一人で。そうなんだ。一人でいるんだ。メンタル強いね。はい、はい、強い。そっかそっか、ありがとう。そうなんじゃ。はい、もうコンピューターシティの時からずっとファンで。あ、そうなの？それめっちゃファンじゃん、はい、ですもうそっからずっとファンだったんですけど、うん、あ、そうなの。でもその時まだ中学生とか高校生だったんで。そうだよね、お金もなくてライブとかやっぱ行けなくて、うん、で大学になったんで、うん、今回東京ドームで初ライブ。おぉ、そうなんだ。そっか、やっと、嬉しいな。やっとだね。はい、さ、チケットとかはさ、どうやって買ったの？はい、なんかバイトとかして？いや、もう生活費節約して。あ、節約して。もう同じバスに入れることだけでも嬉しいです、うん、それだけです。そう、今ね、電話しよるよ。逆に来ると思ってなかったんで、本当にもう本当嬉しいです。あ、嬉しい。なんかこの曲聴きたいなっていう曲ってある？自分一番好きな曲が、うん、シークレットシークレットなんで、うん、あ、そうなんだ。じゃあ絶対聴きたいです。そうか、なんで一番好きなの？はい、ダンスとかも好きですし、うん、プロモーションビデオとか見てもやっぱ一番好きなんで。そうなんだ。はい、あ、でも物語があるよね。そうか、今は本当ちょっと何とも言えれんけど、当日楽しみに。はい、うん、はい、楽しみにします。え、はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。じゃあドームライブで会いましょう。はい、楽しみにします、うん、またね。はい、ありがとうございました。バイバイ。はい、バイバイ。みなさんこんばんは、かしゆかです。どっちです？あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。まだまだ2010年のパフュームを研究せよ。はい、じゃあどんどん電話していきましょう。はい、東京都ラジオネーム、あぶやまちゃん、13歳の女の子。あら、若い。若いね。東京ドームライブ、友達と参戦します。ありがとう。こんなに広い会場でライブができるのはきっと3人の結束力があったからだと思います、うん、
本番まであともう少しですが、リハとか頑張ってください。ありがとう。13歳だって。なるほどね。若い。若いですわ。来てくれるんだ。もしもし。もしもし。もしもし、こんばんは。こんばんは。こんばんは、パフュームです。パフュームです。はじめまして。はじめまして。あぶやまちゃん。はい。わあ、どうも、書き込みありがとう。ありがとうね。あ、こちらこそ。ドームライブ来てくれるんだよね。あ、はい。友達と2人で来るの？いや、友達2人と私含めて3人で。あ、3人で来るんだ。3人で。友達は同級生？はい。あ、そうなんだ。学校で。13歳か。あ、そっかそっか。13歳か。うん。すごいね。うん。いや、もう本当に東京ドームずっと楽しみにしてて、うん、なんかここまで来るのも3人も大変だったと思うし、うん、もうそれを考えたらもう本当になんて言うんだろう、うん、頑張ってほしくて、うん、こっちも全力で応援するし、うん、もう本当頑張ってください。ありがとう。ありがとう。すごい伝わってくるね、気持ちが、ね、そこまで考えてくれて見に来てくれると嬉しいね。阿部山ちゃん今13歳でしょ。はい。いつ頃パフュームを知ったん？10歳。何の時？ポリリズムの CM。 ポリリズムの CM で知ったんだ。その時か。そっか。でもその時はあんま曲とかあんま聞かなくて。あ、わかるわかる、そういう感じ。うん。で、まあ、6年生ぐらいになってから曲聴いて、うん、で、ずっと好きです。嬉しい。え、ライブは来たことある？代々木と直角二等辺三角形と来てくれてる。え、なになに？あの、ファン、あの、なんだっけ、ファンクラブツアー。あー、ファンクラブに入ってくれてるんだ。一番前だったんです。そうだ、一番前。じゃあ絶対見てるね、はい、すごい。絶対目合っとるね。はい、会いました。ねえ、東京って。で、今回さ、お友達2人連れてきてくれるでしょ？はい。その子たちは、パフュームをなんか、こう、聞いてくれたりとかしてる子？なんか、もちろんです。阿部山ちゃんが勧めてくれたりとかして？勧めて、曲聴いて、うん、誰々可愛いみたいな。誰々可愛いみたいな。そっかー。東京ドームライブで楽しみにしていることってなんかある？まあ、まあ遠くの席の人の方も回ってあげてほしいなと思います。うん、ああ、そうだね、大きいもんね。はい。そうだね。で、ね、当日どんな服装で来るの？あ、まだ考えてないけど。考えてない。でもパーカーは買うんで、パーカーは絶対着たいなと思って。グッズね。あるね。あ、ちょっと大きめに着たいなって思って、ま、M とか買っちゃったら間違ってでっかいから、本当に S とかにした方がいいよね。うん。うちらで S が結構ダボダボだった。結構普通にゆったり着れるサイズ。はい。なんか、ドームで、この曲は聴きたいなっていう曲とかある？セブンスヘブンです。あー、なるほど。なんでセブンスヘブン好きなの？なんか、うん、その曲でパフュームに、うん、なんかすごい好きになった曲だから。あ、そうなんだ。ポリリズムのね、カップリングだもんね。カップリングだね。はい、うん。へぇ、そっか、なるほどね。いやー、大人じゃセブンスヘブンです。ほんとだ。あんなゴリゴリの恋愛の曲を。阿部山ちゃん恋愛してるの？してないです。あ、してないんだ。そうなんだ。してからじゃあね、セブンセブン聞いてもらってね。はい、じゃあね、ちょっと深くなってしまった感じしますね。じゃあ当日また会いましょう。ありがとね。はい。あと最後にいいですか？うん。いいよ。本当もう死ぬまで好きなんで頑張ってください。ありがとう、はい。死ぬまで忘れないよ本当に。今の言葉は。ありがとうございます。ありがとう本当に。ありがとう。じゃあ楽しんでね、ドーム。はい、頑張ってください。はい、頑張るねー。じゃあねー。セブンセブン、セブンセブン、いい曲。すごいね、なんか13歳なのになんかすごい考えてくれてて、うん、
なんか後ろの人とか遠くの人にもちゃんと見てほしいみたいな、言ってあげてほしいみたいな、あ、はいみたいな、行くぞけた人ますみたいな、確かに5万人ですもんねみたいなさ、なんかそのね、シミュレーションいっぱいしてくれて、本当にバイアムのライブのことをずっと考えて過ごしてくれてるんだろうなっていう、その背景を感じられるようななんか言葉だったなって、思います、嬉しいね、嬉しいね、はい、ということで今夜は東京ドームライブに参戦表明をしてくれた生徒の方々に電話をしてきましたが、はい、はい、もちろんこの2人以外にもたくさんの生徒の皆さんが全国から東京ドームライブに参戦表明をしてくれています。ありがとう、はい、ありがとう、いよいよ来週の水曜日、もう来週か、そうなんです、やだなー、もう1週間もないやばい、自分もすごい楽しみにしてるから、その日が来てほしくないっていう気持ち、ああまあね、すごいかもしれない、終わってね、燃え尽き症候群ならんよ生徒ね、そうだね、ほんまじゃね、でもなんか意気込みとかは、意気込みなんか、やっぱりどんなに大きくなっても来てくれた人みんな一人一人とちゃんと楽しめるライブにしたいなっていう気持ちはずっと変わらなくあるから、もう当日は全力で楽しむ、いっぱいさ動きがあるからさ、あっちこうやって覚えたりあれ覚えたりとかいろいろ頭を使うけど、それに追われるばっかりじゃなくて、ちゃんとライブっていうものを楽しむ日にしたいなと思います。ほんと200人とか300人とかでライブハウスをね、ワンマンライブやるのに、何ヶ月も前から打ち合わせしてリハーサルしてってやってたのがつい最近のようにほんと感じられて、で、ね、箱的にはどんどん幸せなことにこんな大きくなってきて、東京ドームっていうすごい大きな場所で今回できるけど、そのオークレストとかオーエストとか表参道ファブとか、あの辺でワンマンライブをね、やらせてもらってた時のことを、気持ちを忘れないで、もちろん一人一人と楽しめるような、ライブにしたいですね。のっちさんはライブを作る時ってすごいお客さんにこういう風に見えてほしいとか、後ろのお客さん前のお客さんとかいろいろ考えて作るけど、やっぱりこう本当の生の声、本当に何を楽しみにしてるかって聞かないまま本番を迎えたりするじゃん、だから今日電話できるのすごく楽しみにしてて、こうやって話せて、なんか今実感したかも、ライブっていうのを、わかる、だからめっちゃ緊張しちゃって、いやめっちゃ緊張するねさっきのあの1曲目聴いてる時やばいかったね、心拍数半端なかった、半端なかった、本当に曲中ずっと緊張しとんねんけどみたいなやばいわ、緊張するわ、やばいわみたいな、だからね、でもやっぱ楽しみにしてくれているんだっていうのがちゃんと伝わったから、本当にいいものを見せたいなって思いました、そうだね、素敵なライブにしたいですね、ね、いい日にしましょう、いい日にしましょう、握手しよう今、いや握手しよう頑張ろう、面白い、頑張ろう、頑張ろう、頑張れる、ちなみに再来週11月11日木曜日、新曲ねえの発売日翌日はPerfumeが生放送教室にお邪魔します、わドーム後なんでね、はい、ドームライブのことはたっぷりとね、校長と教頭と一緒に見に来てくれると信じてるから、みんなでね、感想とかを研究していきたいと思います、はい、はい、じゃあ頑張るね、頑張るよ、